支部の応援動画、チャンネルの終焉。もともと写真が好きで、思いついたのが、自分の写真を YouTube で見ようと思ったのが始まり。YouTube で見れるだけで満足だった。動画編集というのを知るパワーディレクター。映画編集のようでハマっていった。矢沢永吉の新国立コンサートチケットが手に入り、周辺の動画を撮影し、YouTube に上げた。それがバズり、400人の登録があった。その後渋野日向子の応援動画が、いくつかバズり、登録者1000人、達成。その後も、何も考えず、旅ログ、キャンプ写真、スーパーカブと思いつくまま、YouTube に投稿し続けた。6450人の登録者のほとんどが渋野日向子応援者だと分かっていた。しかし、テーマ違いの動画で渋野応援動画でさえ再生数が上がらなくなってきた。こうしてチャンネルが終わるところまで来てしまいましたが、渋子ファンは永久に不滅です。ありがとうございました。